どうも、ヤドカリの断末魔です。笑ってあげない知っておこう2。以前ですね、知っておこうっていうなんか昔のようわからん番組を見たわけですよ。笑ってはいけないで。で、まだ見てない回があるんで、今回第2回笑ってはいけない知っておこうということで見ていきたいなと思います。まあ、1回目の知っておこうで笑ってはいけない、見なくてもこの動画は楽しめると思うんですけども、まあ、一応ね、概要欄に第1回目の知っておこうの笑ってはいけない貼ってませんので、自分で頑張って探してください。ということで早速、知っておこうで笑ってはいけないやっていきましょう。レッツゴー !3、2、1、YO! サンディエゴ !OK! さて早速見ていくわよ。ちなみに僕はこの知っておこうめっちゃ好きっす。めちゃめちゃこういうシュール系大好きっす。前回見たやつの続きから見ていきます。今日は、匠商事に勤める四方明夫さん27歳が、50メートル何秒で走れるのか、知っておこう。うん。9秒3だ。だからなんやねん。9秒3か 50m 遅かったな。意外と思ったより遅かったな。俺でももうちょい早いべで。一応ね、2、3年前現場で働いてた時は毎日平均1万歩以上は早歩きしてたんで、もう任せてください。あと全然関係ないですけど、絨毯についた水の形がチンポコみたいになっちゃった。今日は重い荷物を上手に持つ方法を知っておこう。重すぎたね。I don't know。 何も知れません。いくら重い荷物を上手に持つ方法があったとしても、重すぎたら持てませんからね。チョイスしっかりして。番組スタッフ、さすがに冷蔵庫は厳しいよ。しかもこの時代の冷蔵庫なんて余計に重たいんだから。知らんけど。今日は待ち遠しい時の時間がどれほど長く感じられるか知っておこう。うん。これ一番今までで時間の無駄でしたね。だんだんこの知っておこうのフォントに殺意湧いてきたもん。今日は広辞苑でチンチンの甲にな。やばいやばいやばい、小学生出ちゃった。中澤少年が出てしまいました。大変申し訳ございません。チンチンの一言で笑うのは少年すぎるよ。俺いくらなんでも少年すぎるよ。まあ、女の子もチンチン好きだと思いますけど、男もチンチン好きですからね。多分だけど島根県で一番チンチン好きなのは俺だと思います。広辞苑でチンチンの項に何と書いてあるか知っておこう。うん。読め、読めよ。読んでくれると思ったのに、写すだけやん。誰でもできるしさ。今日は、NTT のハローページの大阪市北部版に田中良一郎さんが何人載っているのか知っておこう。うん。ああ、あええだだけや、ナレーションが。田中良一郎いないんだね。良一はいっぱいいましたね。良一郎の文化はなかったんでしょうね。てか普通に懐かしいな、電話帳。普通に電話帳が懐かしくて、涙腺崩壊。今日は、時計の秒針が一周するのに何秒かかる。ここのスタッフバカしかおらんぞ、ほんまに。時計の秒針を何だと思っとるんや、こいつら。俺なんか間違ってること言った？なんかもう分かんなくなる。知っておこう見ると自分の知ってた知識が本当に合ってるのか分からんくなる、これ。グーチョキパーデの歌の元ネタってこれだった。グーチョキパーデの歌に元ネタあった。グーチョキパーデ、グーチョキパーデ、何作ろう、何作ろうの歌でしたよね、今。ああいうスリーピン言ってなかった。マジで元ネタあったんだ。これは知っておこうできてんな。
58秒だ。待て、おかしい。1分って58秒でしたっけ。俺が間違ってる。時計の秒針って一周が58秒なの。もうわからんわ。なんかあとグージョキパーでの英語バージョン覚えちゃったし。 Are you sleeping? Are you sleeping? Brother John Brother John Morning bell da ring ring Morning bell da ring ring Ding ding dong Ding ding dong 知ったぞ。これ何になるんやこれ。今日は大阪城の石垣にはいくつの石が使われているのか知っておこう。1つ、2つ、3つ、4つ、5つ、6つ、7つ、8つ、9つ、等、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、20じゃあまあこうなることは分かってたけどもムカつくわ。今日は愛し恋しさんのどっちが愛しさんか知っておこう。こいつおー、愛し恋し師匠にこいつとか言うな。愛し恋し師匠ぞ。こいつとか使うな。絶対に有名ですよ愛し恋し師匠は。夢二愛し師匠、君恋し師匠ですよ。1937年から2003年までの間活動していて、夢二愛しと君恋しの兄弟による日本の漫才コンビですよ。しかも1937年に少年漫才コンビとして活動開始してるんですよ。とんでもないですよこの人たち。1999年に大阪市が指定無形文化財に指定して上方漫才の宝と呼ばれてるんですよ愛し恋し師匠。そんなね師匠こいつ呼ばわりは良くないと思います。どっちでもいいな。どっちが愛しだろうが、どっちが恋しだろうが。ポメラニアン、ポメラニアン、ポメラニアン、ポメラニアン。こいつは、ソラどっこい。サングラシャット、フレベッチャー。